こんばんは森哲子ですいつもご視聴ありがとうございます山崎幸太郎の反論談事表チャンネルですチャンネル登録いいねボタンをよろしくお願いしますそれでは山崎先生よろしくお願いしますあ、こんばんは山崎幸太郎です、えー、今日はですね大江、えーえー、健三郎という作家についてというと話をしたいと思います 大江さんは、えー、今年のですね3月3日に亡くなったそうです。でまあ僕は1週間後ぐらいに分かったニュースが流れてきてちょっと驚いたというよりですねもうそろそろ亡くなるだろうってなんとなく思ってましたのでまあ別に驚きはしなかったんですけどまあ,あやっぱりあいよいよそういう時代になったなと思ったんですよね。文学がね今、えー 大江健三郎がデビューしてそれから10年20年ぐらいはね文学の時代だったんだけども当時はどど同世代にね石原慎太郎とかねそれからあの江藤淳とかねいわゆるロンンの文学ロン正ン政界そういうところの活躍することになる文学者たちが大量に出てたわけで出て。 か大,大活躍してたわけです今,今それと振り返ってみるとですね、えー、560年経って振り返ってみると今文学の世界は、えー、それは、えー、書いてる人はいるんでしょうけれどももう、えー、社会的影響力というものは何もなくなってもうほとんどその文学の地盤沈下は激しいともう衰退の一途をたどっているっていう感じですね。今やもう文学はなくなるんじゃないかと思われるぐらいになってるんですけど。 今、大江健三郎が亡くなったっていうことで,ですね、えー、大フィーバーでも起きるのかなと思ったんですけれども、何も起きないですね。僕はあのー、前にね、えー、小林秀夫が亡くなった時とかね、江藤潤が亡くなった時とか、江藤潤,潤が亡くなった時、2000年前後でしたよね。その頃はまだまだね、文学のあに対する興味、みんな世間的興味があったんですよ。えー、確かねね、えー、小林秀夫の、ね えー、葬儀があった時にはね鎌倉の町がね、えー、交通整理のおわりさんが出てね大変な状況になってたような気がするんですよ。江藤純が亡くなった時にも結構あ江藤純の場合はあの、まあ、自殺に近いような形だったので死に方が結構話題になったんですよね。と、うん、いうこともあったけれども。 大江健三郎はまあ事故死でも何でもなくてね老衰だということだからまあえー、ばえー、まあそなんて言うんですか長生きして、えー、大往生ということだからまあそ話題にもならないそれについてとちょっと僕が一言言いたいのはですね大江健三郎っていう作家に対してですね、えー、まあ左翼作家と思われてるので まあそうなんですけれどもいわゆるネットウェと言われている人たちというかそういう保守陣営の人たちが大江健三郎の文学というものもほとんどね読んでないし読む気もないしまあ,あ大江健三郎の凄みっていうかねその魅力っていうものかねその良さっていうものを全く知らないままにね、えーえー、過ごしているという感じがするのでそれはね、えー、やっぱりネットウェのためにもねよくないなと思うんですよ。 例えば小林秀夫とか三島由紀夫についてはですね右翼であろうと左翼であろうとね、えー、老人であろうと若者であろうとまあ,あいそういう,そ,う,いう,うそのイデオロギー的なものとは関係なしにね日本人であれ誰でも認めるわけですよまあ小林秀夫の場合はちょっと違いますけどねまあそういうもんですよ。 それに対して、例えば左翼の作家っていうのに対してはね、結構日本人っていうのはね、えー、特に保守系の、えー、人間たちにとって抵抗力は、抵抗があるみたいですね、対抗があるみたいで、えー、評価しようとしないんですけどね、僕はあの大江健三郎っていうのはね、その中でもね、左翼って言われてるけども、まあ、とんでもない、えー、作家であってね、その右翼左翼っていう政治的イデオロギーを超えたところにある作家だと思うんですよ。だからね、えー 大江健三郎を認めないということは逆にあの日本の保守というか日本の、えー、ネット右翼と言われている連中の,あの文学的レベルというか思想的レベルの低さを象徴しているんだと思うんですこれは。だから僕は本当は、ねえー、読むべきだと三島由紀夫を読むように大江健三郎を読むべきだと僕は思うんです。えー、三島由紀夫はです、ね、大江健三郎のことを、ねえー、結構高く評価しているんですよ。 三島由紀夫がノーベル賞をもらい損ねたわけですよね。えー、川端康成がもらって、その後その時に川端康成がノーベル賞を受賞した時に、三島由紀夫はなんて言ったかというと、これから10年間はノーベル賞は日本には、作家はもらわないと。そしてまた10年後ぐらいにはもらえるかもしれないと。10年後ぐらいにもらうとすれば、誰がもらうかって言ったら、それは大江健三郎だろうと。 三島由紀夫自身ではないだろうとそう,いう予想したわけですよ三島由紀夫は、ね、分かってたわけですよ川端康成のあとにですね三島由紀夫がもうもらうことはないとそれは、えー、10年後にあーあーノーベル賞受賞者が出るとすれば多分大江健三郎だろうということを、えー、三島由紀夫は言ってたわけですそれぐらいに三島由紀夫は大江健三郎という作家の文学的 ものを高く買ってたっていうことですよ、ね、えー、日本の、ね、ネットをよくと言われて、保守層の人たちっていうのはね、あの三島行き夫のことは読んでないくせに高く評価してるわけですよ。いや、三島行き夫三島行き夫って言ってる、三島行き夫あの追悼のあれなんだ、有効記なんかにはみんな集まってくるわけですよ。しかし、ほとんどの人はね、実は三島行き夫の小説はんあんまり読んでないですよ。ただ ああ読んでるすればあの何ですか、えー、んかあるじゃないですかなんと何、えー、ですっけ、うんえー、反革命宣言とかなんかそういう政治的文書、えー、劇,劇文とかねあいののことをあのちょこっと読んで三島由紀は分かった分かったと思ってる。 思ってるつもりの人たちなんですだから僕は別に読みたくない人は読まなくても構わないけど読まないで偉そうに政治や文学や思想を語るっていうことにはそれは違うんじゃないのと思いますね。だからネットをよくって言われてる人たちは、えー、三島由紀夫も読んでないし大江健三も読んでないと思いますよ僕は。三島幸男についてじゃあ 文学について三島由紀夫の文学について語れる人が何人いますかね三島由紀夫の腹切り事件の、えー、あれは三島由紀夫事件と言われてるあの切腹事件はみんな知ってますよ。それであのその時にあの書いてた劇文の中身のぐらいは知ってますよ。しかしね三島由紀夫の小説例えばあの晩年一番最後に書いた「あの北条の海」ですか。 あれぐらいはちょっとね一部を知ってるだけであれ四部作の大長編ですからねあれを読み通した人なんてほとんどいませんね読んでたってただそれをただ文字通り読むだけであってねそのそこに深い意味があるっていうことを読み込んでる人っていうのはほとんどいないと思うんですよそれと同じようにですね大江健三郎のことは全くまたまそれ以上に知らないし読んでないし 読んでないか上に、しかも彼をあの左翼の政治的イデオロギーであの理解してるか、もう大江健三郎の悪口だけは分かってる、言うんですよ。これはね、いや日本人、日本国民として、ね、恥ずかしいことですよ。日本の文学の伝統というものは、イデオロギーじゃないですよ。もっと深いですよ。僕はそれを存在論と言うんですけど、存在論ですよ。 日本の文学の歴史って日本日本語の歴史ですからね大江健三郎の,もの,の文章が、えー、ヘンチク築林であって日本語の文章としておかしいという人もいますけどそれは三島由紀夫のヘンチク築林ですよ僕に言わせれば三島由紀夫の文章はあ古典的文学の日本文学の伝統にのっとってるってなんていうのを考えてるっていうのはそういう主張をする人っていうのは全くね 文学を知らない人ですよ単なる研究研究者かね、ど素人かそういう人たちですよ。文学っていうものは常に日本語を新しくしていくものなんですよ。日本語をかか変えていくんですよ。例えば、江戸時代の文学の後に近代文学、明治の近代文学があーできではま始まるわけですけど、その時に、えぇ、ー、総論文ですよ、江戸時代の総論文、そういう文章に対して、 えーえー、なんだ、双葉亭主名とかですね、夏目漱石とかそういう人たちが出てきて、山田美明とかそういう人が出てきてやるわけですよ。そういったときに文章から変えていくわけですよ。今、我々が使っている文章っていうのは、明治の初期に、明治20年代ぐらいに、えー、原文一体っていう文章が出来上がるわけですよ。これは文学を小説が最初にで、えー、作るわ小説がで作家が作るわけですよ。 取り上げてきたわけいくわけですよそれはいろんな、えー、方法があ,あったんでしょうけどねあのーえー、翻訳文の真似したとかそれから、あのー、江戸時代の、あのー、なんだっけ、えー、落語の文章を落語言語言語って言文章化したものを真似したとかいろいろある説はあるんですけどまあいずれにしろですね江戸時代の文章と明治の文章とは全くガラリと違うわけですよ。果たしてどっちがいいかと だから伝統を重んじる人たちはずっと戦前まではあの昭和初期まではですねあの古い文江戸時代の文章の名残を使って文章を書いてたわけですよまあソロ文まではか言わないですけどまあ要するにあ立候文といううなそういうのを使ってたわけですいわゆる今,今のような現部位地帯の近代文章では近代的文章ではないです近代的三文ではないですよ 僕はだからあの大江建三郎の,あの今のぎくしゃくした文章というものはある意味で日本語を日本語の能力という可能性を広げた広げるという意味で重要なんですよ。そのことがわからないといわゆる、えー、平凡な分かりやすい読みやすいそういう文章をすらすら書くのが日本の文章文章家だとか。 文章の素晴らしい文章だとかっていうことになるんですけども、そんなことはないですよ。例えば、石原慎太郎とか、その綾子とかっていう作家がですね、同じような文章をずっと書いてるわけですよ。年取ってもう死ぬ間際になっても書いてるわけですよ。石原慎太郎あたりの文学って、素晴らしいものだと僕は思うんですけど、しかし、文章に関しては、文体に関してはですね、石原慎太郎のね、だめなところはし、死ぬまで。 晩年にに至るままでであまり文章に変化がないんですよ新しい工夫がない。だから、えー、読みやすいから読まれることは読まれるかもしれないけど、何かを我々の知的な限界を突破するというか、ものの思,思考能力の限界を突破するというそういう力はないんです。大江健三郎には、えー、初期の作品はわりかし読みやすくてですね、誰でも読んだということをみんな言うわけですよ、ほとんどの人が。 面白かった面白かったっていうわけですよ死者のおごりとか飼育とかですね奇妙な仕事っていうか確かに読むとね面白いですよ僕も高校時代に読み初めて見ましたけど素晴らしいもんでしたよしかし大江賢三はそこにとどまってないんですよ、えー、そのえっ、ー、と「万円元年のフットボール」あたりからねどうもなんか彼は文章に工夫を凝らすわけですよその文章の工,工夫の凝らし方がそれ以後の大江文学のずっと長い歴史なんですよ だから多くの人は文学のあまり文学に深く興味のない人たちっていうものは大江健三郎のその以後の文章の努力というか思考能力の思考の可能性の拡大としての文章っていうものをあまり考えてないからですよね。だからと例えばその綾子のエッセイみたいなねまあど,どうでもいいような文章っていうの要するに小学生とか中学生にも読みやすいようなあのー。 分かりやすいあのあ、えー、短い文章で、えー、それはそれは各エ,エッセイ的な文章というもので十分足りるってる人にとってはね大江健三郎の文章っていうのはね気に食わないというわけわかんないとあるいは文学じゃないとかと思うかもしれないけそ,そこが、えー、そのものの考え方の違う思想の力のっていうものを評価する能力がない人たちの発想なんです。だから僕はあの ネットウェブと言われてる人たちは政治しか興味ないでしょと思うんですよ。だから政治を興味ないから、例えば大江健三郎の広島ノートとか、えー、沖縄ノートとかですね、そういうものを読んで、読まないですよ、それも読んで、あの聞きかじってるんですよ。一部をちょ,ちょびっとかじって、あ大江ってそういうやつだと思っちゃうわけですよ。 大江は戦後民主主義を、えー、支持してて左翼をし左翼のイデオロギーを主張してデモ隊にデモなんかに参加してなんとかかんとかまあそれはそうで事実そうだとそうなんですけれどもそこだけを捉えて大江健三郎の文学も全部含めて大江健三郎ってダメなやつだクズだとかって,ってに反日的な文学者だとかそういうふうに評価を下すわけですよね。それはもう あのそ,のそういう評価を下すっていう時点において思想能力っていうかその文,あの文学的能力が全然もうレベルが低,い低すぎるっていうことを意味してますよねだから僕は大江健三郎がこの,この、えー、3月3日に亡くなったっていうことを聞いた時にですね今の時点で大江健三郎の評価ですよね興味深いなと思ってどういう評価をするのかと。 でも意外に世間の評価はあんまり大したことないですね。ということは逆に言うとね、世間はね、大江健三郎っていう作家をノーベル賞をもらった作家を受賞した作家っていうものをね、よく知らない、よく知らないし、しかも読ん,読んだこともないし読、読んでたとしてもですね、と,とんでもないあの文章のぎくしゃくした文章に対してはね、抵抗があるっていうか、ああ、嫌だなと思ってるわけです。ところがね、 俺三郎ってい,う人はあいやだなと思わせるんですよね一般の読者にこんな文章が日本語の文章のあるわけがないみたいなことをそういうふうに思わせることによって頭を刺激させるそういう我々のも習慣化してもう何、えー、て言うだう平凡な常識化した当たり前のこととしての日本語そして日本人のものの考え方そういうものを大江賢三郎はそれを まあある意味で変えようとしてる変えようというか拡張しようとしてる我々のものを考え方にもっと広げることができるはずだということで彼は努力してるその努力が多分ですねあのー、ノーベル賞に評価されてノーベル賞を受賞することになったんじゃないかという気が僕はするんですけどねそれはね、えー、文学を専門的にやってる人たちの中にも一部にもそういうあの ものを理解できない人たちはいますけど、まあ、そういう意味では文学っていうことの可能性っていうものはどんどんあの広げたのは大江健三郎の。だから、例えば石原慎太郎とか、その綾子とかって言われている作家たちっていうのは。そういうか、そういう文章によって思考能力の限界を突破していく力っていうものはないし。そういうものに興味がないわけですよ。同じようなわかりやすい小学生でも書けるような文章を書いて。 ずっと続けてい,っていろんなことを話題になってるけどしかしそれでは、えー、ダ,メだダメだとは言いませんけれどもそれより、ま、もう一つ別の世界があるんじゃないかということを大分郎やったと,そう,いうことにそういうふうに見ないといけないそれ,それが多分ネットウークには理解できないんだネットウークはだからさっき言ったように政治的な問題だけしか興味ないから文学のことに興味ないから文学っていうのはもっと <coughs> 政治より下の方に深い世界にあってそこでは右翼も左翼も右,も左翼も右も左も関係なしにあるんですだから三島由紀夫は大江健三郎がよく分かるし大江健三郎だって三島由紀夫のことはそれぞれそれそなりに評価してるわけそういう関係にある例えば江東潤と大江健三郎がまあ,あ,あの一番初期の頃はですね大江健三郎と江東潤っていうのはすごい蜜月関係で 親しかったわけですよお互いに評価し合ってたわけですよ才能も評価して例えばエトロジンがアメリカに30歳の時29歳大江健三郎の,あの羽田に見送りに来たって言うんですよそういう関係にあったわけですからそれ以後はね確かに、えー、政治的に右と左に分かれて論争したりしてますけど何回もしてますけどもともとはお互いを認め合った人たち同士だったわけですよ あのそれは結果的に右と左に分かれたように見えるけれども本当はみんなそれぞれあの、うん、お互いのそ,そこの方では、ね、理解してるんですよ。ああいつ才能あるなとああいつ才能はないなとかっていうことをそれは分かるんですよ。そのことが理解できない今の時代はやっぱり貧しい時代だと思いますね。今はやっぱり文学が理解できないという意味でえ貧しい時代なんですよ。 だから僕はあの今のネットヨークて言われてる人たちが大江健三郎を理解できないということはやっぱりネットヨークの貧しさを象徴していると思うんですよね。だから、えー、僕はもっとねネットヨークはね文学を勉強して文学と、えー、三島由紀夫を勉強すると同時に大江健三郎を勉強する。両方とも 三島由紀夫も読んでない大江健三も読んでないっていうのが今のネットウェークだと思うんですよ。だから僕は文学でもっと思考力を高めると、深めると。そして、えー、右翼思想なり左翼思想なりをもっと追求して研究していくべきだだから例えば僕は今、もう中心的に思,思ってるのは、えー、アメリカと日本がどういう関係にあるかっていうことが重大な問題なんだけれども、今の 多くのネット右翼という、ネット右翼とかネット右翼と呼ばれている人たちは、親米保守でしょ。僕はし、その親米っていう、アメリカと仲良くして、右翼で保守、保守だとか、な、え、ん、ー、とかって言って、に日,本日本を守れとか、なんとか言ってるっていうことの、あそこの浅さ、自己無人っていうもののね、そこを一番追求していくところだと思う僕は、えー、江東人も、例えば江東人も大江健三郎のね、反米、反米ですよ。反米右翼だったり、反米左翼だったりします。 今,今の日本にはびこってるのは、親米右翼と親米左翼がはびこってるん,んですよ。これどうしようもないじゃん。日本の独立なんて考えてない人たちです日本を植民地で、属国植民地主義で固まってもいいよっていう人たちがやってるわけでしょ。だから僕はネット右翼の人たちは、早くね、そういう意味では、親、えー、米保障、えー、に限界,を、ね、限界を確認してですね。 えー、反米保守に転向すすべきだと思いますよ本当の保守とか右翼って言うんだったらねそこまで行くべきだと思うんですそう,うそういうことをするためには大江健三郎を読む必要があるし三島由紀夫をも,もう一回ちゃんと読む,読む必要があるんです。三島由紀夫の政治そうなんかで保守っていうことは語れないと思うんですよ。 だから、えー、今日は、えー、大江健三郎は今,今の時代ではあまりみんな興味ないかもしれないけども大江健三郎を読むことができるっていうことは偉いことですよ僕に言わせればだからネットをよく言われてる人たちそれがその予備軍の人たちその人たちもね大江健三郎ぐらいは少しは読んで初期の作品ぐらいでも読んでああすごいやつがいたんだなということを理解すべきだと思いますね そうしなければ、ネットウェクはただの,あの,あの、なんていうの、知的、えー、弱者というか、常弱者と言,言われる人たちとほとんど変わらないと思うんですよ。ああ、何も知らないの、バカなやつらだなということが言われるに過ぎないと思われる。それは別に、左翼の方がそう言ってるわけじゃなく、右翼保守派から見てもそうだということですよ。僕はどちらかというと、右翼保守派の立場に立ってるんですけど、ネットウェクっていうのははっきり言ってくだらないと思いますよ。 だって本を読んでないんだもん。本を読んでないということはあの考える力がないということですよね。だから考える力がないから薄っぺらな、あのー、保守思想というかネット右翼思想に毒されてるわけでしょで。YouTube あたりで流れてくる人の噂ばっかりやってるようなネット右翼、えー、界隈いのそういう、えー、いい加減な連中にはまっちゃってるわけでしょ。 だ僕はもっとネットウェクは勉強する方がいいと思いますよ。後世になお恥を残さないために。と思います。というわけで、今日は大江健三郎を、なぜ大江健三郎をネットウェクは理解できないのか。大江健三郎の凄ごみというのは分からないのは、えー、それはえ自慢じゃなくて、はっきり言って恥ですよと。日本人として恥ですよと。日本に えー、大江健三郎や三島由紀夫や江藤淳という人がいたということは素晴らしいことだと思うそれは別に政治思想の問題じゃないですよもっと深いですよ文学ですよ文学というわけで今日はこの辺で終わりますありがとうございましたご覧いただきましてありがとうございます